毎度ネギ前でハロウィンやから許されるかなって思ってコスプレをしていきたいと思います。これ見ただけでわかるかな。あのね、せっかくハロウィンやからなんかスワットとかポリスが多いのかなとかの方がいいかなって思ったけど、去年ポリスやって、これ見たらわかるかな。ググレコックリさんって皆さんご存知ですか？結構前にアニメでも放送されてて、私原作は読んだことなくてアニメしか知らないんですけど、あのタイトル的にちょっと怖そうやけど、全然そういう怖いアニメじゃなくてすごい面白いお話なんですけど、そのググレコックリさんっていうアニメに出てくるタマちゃんっていうコスプレ、こちらを今日は着ていきたいなと思います。許してください、ハロウィンやから。ただ着替えるだけやったら何って感じになっちゃうから、前に100均で購入してたこういうタトゥーシール、ハロウィンっぽいやつ、こういうなんかちょっとキズメイクとかのやつ、これを顔にただ貼ろうかなって思ってます。着替えてただ貼っていくっていう動画が今日のテーマです。とりあえず着替えてきます。でかい。はい、というわけで皆さん、あんまりねコスプレっていう感じじゃないかもしれへん。いやコスプレやけど、なんか和風のあんみつ屋さんとかにありそうな制服っぽい感じのこういう子です。でね、皆さんちょっと画像は著作権的に載せれないんですけど、調べてみてください。ググレコックリさん、たまちゃん。ここぐらいのツインテールで、で、こういう猫耳なんですよ。猫の妖怪なんで。ちょっと見ながらやろう。あ、てんか。あと一個ね、これどこに使うのっていうようなリボンが入ってました。でね、この後ろの部分にすっごい大きいリボンが来るんですけど、このリボンがリボン個体だったんですよ。リボンだけ、止めるやつとか一切なく、だからこのエプロンの紐を両方から通して、このリボンの下でさらにリボンにしてやりました。わかりづらいかな。スカートは長めです。露出がしたくないんですよ、あのデブすぎて。で、探した結果このすごいまとわれた感のあるコスプレになりました。ツインテールいけるかな。ついぞ、低くないからな。姫カットなんですよね。姫カットはないから、もう全部がっつりと取ってやってみよう。皆さんこの動画見た後胃薬飲んでください。いや待って、これは厳しいぞ多分。でもこれあんま高くやりすぎても、これ帽子やからちょっとかぶられへんくなりそう。ちょっと耳ぐらいの位置でやってみます。あーあー、ちょっと待って、事故事故事故実際はここなんですよ。本当のなんかセーラームーン的な高さ。今私着てるやつね、 S サイズやけど、こういうコスプレ系って結構大きめに作られてるんで、159センチで S でも結構大きかった。うわ、ごめんなさい。あ、でもなんか髪の毛が伸びてたからまだあの長さはあってよかった、ごめん。とりあえずこれ最後かぶったら終わりです。このね、これタマちゃんは後ろでくくってるのかな、この帽子の糸は。ほら、だって普通ね、タマちゃんこれがあのこんな感じでかぶってるんじゃなくて出てるんですよ、ツインテールが。まあキャラクター的な設定がそこはあれやけど、人間にするとやっぱきついものがある。これで後ろでくくるのかな、こうこうと。あ、こういうことか。あれ、これいや、どういうこっちゃ。なんかさ、いや分かってる、生地の問題もあるのは分かってる。これがね、猫耳っぽくなるんですよ、猫の子なんで。耳がちょっと小さいのか、なんか恐しい感ない。このエプロンがね、どうしても落ちてくる、なんかすごい疲労感がある。じゃあこれをちょっとつけていこうと思います。ちなみにこの大きい方がダイソーで、こっちの小さい方がセリアで購入したシートになってます。これをねチョキチョキしてシールで貼っていきましょう。どれをやろうかな。でかいんよな今年のやつ。なんかちょっとここからはシールとかのグロさも無理っていう方は動画閉じちゃってください。気持ち悪いコスプレだけで終わるけど、ごめんなさい。じゃあ一旦このチャック、あ、これにしよう。ハサミでちょっと大まかに切り抜いて、一応ここのスポンジに水を含ませてきました。で剥がして、じゃあこの台の方にシールがついてるから口の延長線にしたい。こんな感じでやって、この上をポンポンと水を入れます。でこれね、肌にあのタトゥーシールが貼り付く感じになるので、ファンデーション塗りたくった上からのせるとか、そうしないと肌がめっちゃ荒れやすい。これいけてんのかな、全然見えへんよな。
けそう、いけそう。毛が邪魔。取りまーす。あ、いけた。ちょっと待って。リップ剥がれたけど、いけた。あ、いけた、いけた、いけた。え、なんかいけてないな。なんやろな。顔が生きてない。こんな感じでちょっと適当に貼っていきます。あとね、毎年言ってるんですけど、ハロウィンマジックを起こす方法。タトゥーシールで。漏れる方法は、この鼻のラインのところにこういう長めのシールとかを貼ると、パッと漏れますよ。なんか鼻のこことかね、隠せば漏れる説がある、ハロウィンって。ちょっと実際にこの鼻の部分にも塗りますね。キャンドゥか、こっち。さっきからちょっとセリアって言ってたかも。キャンドゥ。キャンドゥの方が、間隔が狭いからちょっと切りづらさはあったけど、ダイソーは幅を取る分、切りやすかったです。この1個のシールのところ。近くで見ると、シールの境目がね、わかるんですよ。土台との。ダイソーの方が切りやすかった。ちょっと鼻のところにも貼ろう。こういうシールを貼っていきます。これでいいのかな？あ、怖いな。ちょっともうちょっと切ろう。これで鼻にピタッとやって、水でトントントンって。ハロウィンの日、どこかしらに出かける方、ちょっと気をつけてくださいね。私、ハロウィン、ユニバーばっかりで過ごしてたけど、ほんまに、足めっちゃ踏まれまくるから、気をつけてね。絆創膏とか絶対持っといた方がいい。はい、トントンってやって、いや、ほんまにこの鼻の上漏れる説をちょっと広めたい。あ、なんかな、ちょっと物足らん。失敗したかもしれへん。あ、ちょっと待って、失敗しかけてる。あ、やばい。失敗した。違うやつ貼ります。これもダイソーのシールの方です。大げさに水を含ませてます今。じゃあ剥がします。多分これは成功してる。お、ほら、どうやら、もうちょっと下にすればよかったんかな。ちょっと上すぎた。こんな感じです。でね、このタトゥーシールとかゴシゴシやるとすごい肌に負担かかるから、オイルクレンジングとかでゆっくりくるくるやってるとポロッと剥がれてきます。はい、ということで今回はたまちゃんのコスプレになってみました。まあ、一応妖怪のキャラクターなんでハロウィンでも許されるかなっていう風に思ってます。なんかね、ちょっと気になるところは多々あるんですけど、一応たまちゃんの衣装はこんな感じです。皆さんぜひググレコックリさん見てください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ハッピーハロウィン。